おはようございます、チョ。フォルテです。シャキーン。今ね、ウイルス君が活発に活動していることによって、お家に引きこもってメンタルが落ちている方、たくさんいると思います。そんな方に見てほしい動画です。本日は自宅で引きこもっていても、ピアノを頑張って続けるコツみたいなことをね、話していきたいなと思いますよ。3月、4月、5月と、6月ももしかしたら、いろんなイベントが中止になるかもしれません。みんなです。特に、音楽業界は、かなりね、シビアな問題となってるんですけども、それ以上に、例えばね、ピアノを頑張ってる、そこの、フォルテ・チルドレンたちよ。こういうことがなかったかい？コンクールに受けようと思って頑張って曲を選んでやるぞと決めた瞬間にコンクールが中止になっちゃった。ああ、ええってね、なってると思う。うん、おいでおいで、ハグしてあげるよってね。そう、発表会とか、あとは人前で弾くっていう機会を完全に失って、モチベが下がってる方いると思います。そしてお家にいる時間が長いと、ピアノを弾きなさいと強制するマザーもいると思います。もしかしたらファザーかもしれません。そう、そう。あ、もちろん親御様の味方ですよ。まあそれは置いといて、やっぱね、ピアノを弾け弾けって言われたらね、嫌になると思います。だからこそ、どうやったら頑張り続けれるかっていうことについてね、アドバイスをしていきたいなと思いますよ。僕もかなりピアノを弾け弾けって言われてきてね、幼少期嫌なことがありました。やめてください、もうやめたいです、お母様、ああとか言っててもね、弾きなさい、ああはいって言ってね、そういう時期がたくさんありました。辛かったです。もしこの時期、3月、4月、5月といろんなイベントもなくなり、お家にこもりっぱなしになったとしたら、僕はおそらくものすごいピアノを弾かされてたと思います。小さい時は。その時はね、外っていう逃げ道があったので、走って逃げたりとかして、野球とかして遊んだりとかしてリフレッシュをしてました。しかし、それもできない。今、どのようにして気持ちを切り替えてピアノを頑張って向かうことができるのか。決めた内容をやる。これ最も大事です。なんとなくピアノを練習してると思います。特にコンクールとか人前で弾くっていう機会があった時にはそれに向かって練習をしていました。しかし今そのようなイベントが中止延期になってモチベーションがガクーンって下がってると思います。そういう時はなぜその曲を今やらないといけないのかについて考えましょう。考えてみてください。すると別に弾かなくてもいいじゃんって思うじゃないですか。そうなんですよ。弾かなくても良くなっちゃったんです。だからこそ、今やるべきことは、今日は、1ページ目は絶対弾けるようにする。2ページ目はこのように絶対弾けるようにする。この小説だけは絶対弾けるようにすると、目標を決め、ピアノに向かってほしいなと思います。さもなければ、君は絶対にモチベーションを失って、ってなっちゃうと思います。ここまで今日は弾けたぞと自分の目標を決め、それを超えれたら、ご褒美をしましょう。ご褒美は何でもいいです。自分がご褒美だと思うものにしましょう。僕はご褒美が菓子パンだと思っていたので、めちゃくちゃ練習を頑張りました。すると、ここまで太りました。100キロです。これはね、ご褒美の体です。まあ、たくさんその分練習を頑張ったということですよ。まあね、どんなことかというと、例えば難しい曲とか、ね、今頑張ってるのは、みたいな感じでね、この曲とかを難しいけど頑張ってるんです。僕は最初この曲をやるよって言ったのが3ヶ月ぐらい前なんですけども、最初はね、最初やり始めた譜読みの時はすごくもやる気があったんですけども、その後から一気にやる気がなくなって、で、最近ね、またやる気が出てきて頑張り出したっていうことなんですけども、まあ2ヶ月ぐらい全く弾いてない時期もありました、この曲。で、このように、やる気があったりやる気がなかったりと結構ね、差が激しいんですけども、それを繰り返してると自然とね、弾ける曲は増えます。なぜならば、そのピアノをね、この曲を弾かないだけでピアノを弾かないってわけではないので、自分のやりたい曲をとりあえず弾けるようにするとか、できる曲をすぐできるようにするとか、まあそういう感じでね、ちゃんと分けてやっておけば、必ずどんどんあなたは上手になります。で、僕も、例えばね、このパガニーニ、ラララドシラリストのね、ラララドシラミンってやつもね、正直言ってかっこいいとは思うんですけども、弾くのはすごい嫌です。
だけどどうやってそのメンタルを維持してるかと言いますと、今日はバリエーション1を弾けるようにする、ひたすらこのバリエーションだけ練習をする、今日はバリエーション4、こういうね練習とかを決めてやります。あ、今日はバリエーション6の左手だけ、あ、もうできんかった、もう一回とか言ってね、こういう感じでね、きちんと分けてやるようにします。絶対だらーっと最初から最後までとか絶対にやらないように決めてます。っていうのも最初から最後までやっちゃうとマジでね、途中絶対ねストレスとかかかっちゃいます。っていうのも、まあ弾けない状態で、弾けないところがまだたくさんある状態だと、最初から最後まで行くだけでもすごく一苦労、もうそれだけでねピアノが嫌になっちゃうかもしれないので、必ず今日はここまで、今日はここまでとキリのいいところで分けて頑張ってみましょう。そしてまあゲームとかが好きな方とか、まあなんかアニメが好きな方とかは、もちろんアニメのねテーマソングとか弾いてみるといいかもしれません。僕はね、あのマリオとか結構ね好きでした。こういうの結構やってましたね、小さい時みたいな感じで、自分の好きなものだけを弾いてみたりとかしましょう。すると気持ちがリフレッシュします。こういう曲とか、今まで言われてきた、やれって言われた曲、それは、マザー、ファザー、ピアノの先生たちが言ってる曲たちっていうのは、上手になるための曲ばっかです。上手になるための曲ばっかということは、常に課題があります。弾けないものを弾けるようにするっていうためなので、上手になるんですよ。だからこそ、簡単な曲とか、自分が好きな曲とか、アニメの曲、ゲームの曲とかを途中弾くようにして、それはね、練習とは違うので、それは遊びなので、そうやって気持ちを切り替えて頑張ってくれたら、今のこの時期、必ずピアノが今までよりも上手になります。僕がガチで、リフレッシュするためにやってる練習法はこれです。ちょっと目が見えないのでね、メガネかけさせてもらいます。例えば、今6時なんですけど、6時半までと決め、6時半までは必ず、バリエーション1、例えばね、ラララドシラとかわからない。必ず、ラ、これが必ず弾けるようにするために、最適な練習法を30分間だけやります。もう好きなものを弾くとか、もう好きなことをするとか、一回 YouTube 見るとか、フェルミ研究所を見るとか、まあ何でもいいです。ヒカキンさんを見るとか、何でもいいんですよ。リフレッシュの時間を10分間設けましょうとか、やってます。30分間頑張れたらリフレッシュ、30分間頑張れたら夜ご飯とか、ここだけ弾けるようにできたら、夜ご飯とか、夜ご飯多いねって。まあこんな感じで、リフレッシュをたくさん入れてます。皆様、1時間弾くよりも、20分を3回に分けてやった方が上手になります。必ずしも1時間を弾いた方が上手になるっていうわけではございません。一番いいのは10分間練習をめちゃくちゃ頑張るっていうのをね、6回やった方が、その1時間の方が上手になります。たくさんたくさんピアノを触ってあげてください。するとピアノは嬉しいのって言ってくれると思うのでね。まあこんな感じでみんなもね、メンタルを維持して、このおうち引きこもりし、期間を乗り越えてもらえたらなと思います。僕も早く人前で演奏がしたいです。早く演奏会が開きたいです。早くストリートピアノに弾きたいです。でも全ては今できません。というわけで皆さん、このようにいろいろ気持ちをリフレッシュして頑張ってみてください。みんな一緒に乗り越えよう。というわけで、バイバイ。
見てくれてありがとうね。よければグッドも押してって、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ソソマッチョ、マッチョますますボーイ、マッチョ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 が大好きで。